石狩ワカサギは、キュウ,リウオモクキュウ目ウオカに属する魚の一種である。同族多種と共にワカサギと呼ばれることもある。カナダ西部からアラスカ、シベリア東部、沿海州、カラフト、朝鮮半島東部、日本の淡水域に分布する。日本では北海道の河川に連続する地匠、または川跡湖に分布する。百九十六年現在までに生息が、 確認されているのは、手塩川水系のパンケ沼、石狩川水系の古川、内地川水系の古川、なぎさなめ川水系の古川、十勝川水系のホロ、岡尾沼、釧路川水系のトウロコである。全長18センチメートル。背側から体側にかけてはやや黒褐色を帯びた青灰色で、体側には極めて不明瞭な銀白色の縦状がある。全体の色調は、 若さぎより暗色である。ホルマリン付け標本では、不透明な開白色になる。背びれは7から9何情、尻びれは12から16何情で、胸びれは10から12何情、腹気8何情。腹気は、背びれ規部の直下もしくは、それより前から始まる。また、頭長比は3.6から5.0で、対抗比は4.2から6.3である。上顎の長さは、 頭シ腸の37%以下であり、粉腸は両目間隔より短い。重列鱗数は50から60で、鱗は肺腹軸の方向に長く、露出部の粒気線は皮腹部のものとほぼ同数である。下が本種脊椎骨数52から58。陰頭葉はない。エラ歯数26から34で、エラ歯は細くて長く、密生している。 起動管は、氷の中央やや前寄りで、それに連結する。胃は、V 字型で、壁は薄く、有紋水数は0から3。腸は短くて、ほぼ自家層する。卵は、球形の鎮静付着卵で、直径は1ミリメートルである。受精後、水温10摂氏12度なら18日、摂氏5.5度なら30日で孵化する。河川に連なる、流れのあまりない故障、または、 一生性の出水域に生息する。1年で8から9センチメートルになり、成熟する。最大18センチメートルに達する。北海道の個体は海を下ることがなく、一生を淡水で過ごすと言われている。石狩古川では、多数の本種が生息するが、石狩川本流では、この種は0.1%にも満たず、他はワカサギであったという。 古川は1931年の河川改修で止水域となった旧河川であり、それ以前は石狩川自体に生息していたと考えられる。しかし、石狩川以外でもかなり多くの川の下流域の地上に生息しながら、本流での生息域が極めて少ないということは、海の往復が今なおあることを示していると考える説もある。産卵期は4月の中下旬頃で、 小岩の浅い砂底の柳の根や川の砂漠に卵を産み付ける。群がるようにして産卵する。産卵数は1200から4000程度である。産卵後、ほとんどのものは死ぬが、北海道では2年以上生きるものもいる。二次成長産卵期には、オスの腹びれは伸びて肛門に達する。浮遊生物をよく食い、ユスリカの硫化幼虫を多食することもある。 若ギと同様にビ味とされる。ありがとうございます。